はい、実況させてもらってます。シュロックマンと言います。よろしくお願いします。今日はですね、このね、このスーパーファミコンのですね、ノーマルでいいか、ノーマルで。スーパー R タイプをね、今日やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。これね、あれですね。スーパーファミコン版のオリジナル作品ではありますけどもね、原作のね、アーケード版のね、R タイプ2っていうのがあるんですけどね、一部ね、R タイプ2のステージをね、採用している面もあったりするんですよね。まあ、音楽いいですね。音楽いいですわ、ほんと。すごい久しぶりにやるんですけど、これ7、8年ぶりぐらいですけどね。一面の音楽好きなんですよね。ちょっと上げるかな。上げよう。強烈なんですよね。めっちゃ強烈なんですよ。最高に貯めるとね、ドカーンってね。こんな感じでね、めっちゃ広がるんですよね。うわ、やばいやばいやばい。うわー、忘れてたな、こんなの。昔は死ななかったけどな。やっぱりね、腕落ちてるよね。本当にね。人間ってね、ゲームの腕も年取るんですよね。ゲームの腕も年取るなと思いますよ、本当。子供の頃が一番ね、上手いんですよね、ゲームって基本的に。大人になっていけばなるほどね、下手になっていくんですよ。年を取っていくってね、ゲーム年齢もね、年取っていきますよね。基本的にね。かなりゲーム年齢も本当ね、年老いた気がしますよ、本当に。あれ、全然潰せてないやん。うわ、くん。あー、くそ。こんな難かった一面って。ちょっと情けなすぎるぞ、これじゃあ。何あの中ボスみたいなやつ。あ、何や。何や。バグったやんか、おい。なんかまだ一面やからいいけどさ。何や。つけよ、ほんまにも。これあれか、ちょっと待ってね、イージーになってた今。イージーがな、ちょっとな、あれやもんな。さすがに情けないもんね、イージーでやるのはね。でもあれか、年老いたから、そんなプライドも捨てた方がいいのかな。まあいいや、ノーマルでとりあえずやろう。ノーマルで。待てよ、なんか一面であんな死ぬかな。これ昔ね、クリアしたことあるんですよ、このゲームね。クリアしたことあるんですけどね。あれ、倒せなかったっけ。
倒せなかったっけ？倒せるよね。あの中ボスみたいなやつ要注意だな。ここあれやね、音楽はいいね、一面の音楽ね。あれ潰せない、うわなんやそれ、ちょっと待ってよ、一面で何回死んどんね。これ取るやろ、そんな難かったっけ一面って。やっぱりな、年老いたから難しく感じるんやろね。そんな気がするな。こんな昔いつも死なずクリアしてたよ、こんな一面なんて。まあ7、8年ぶりやしね。あとブランクあるとダメっすね。あかんっすね。そう感じるよ、本当に常々の感じる、うん、こんな同じとこ何回もやらされてさ、俺いい加減に進めっつうの。あかん、なんか貯めるのが難しいな、あそこで。あそこまで貯めて一気に倒したいとこやけどな、タイミングが難しいな。一気増えたね。これでね、どうもダメだったらイージーでやりましょう。この方がいいわ。このあれでね、このなんていうのかな、これ全滅したらね、これダメだったらもうイージーでやりますわ。うん。プライド捨ててね。うん。そうじゃないともうね、今無理ですわ。今の、ほんとね。こんな序盤でね、やられてるようじゃね、話にならんよね、本当に。あ、倒せてないやん、全然。この辺に溜めた方がいいってことかな。うわー、もうなんで、こんな難しかったんか、一面って。これを子供の頃は、たやすくクリアしてたわけよ。ほんとに。なんか早送りしたいぐらいの気持ちやな、こういうところはな。ほんとにめんどくさくてしょうがないよ、これ。もう 9分もこんな一面ばっかりやってるやん。一面の序盤のところ、ちょっとこれ見てる人つまんないでしょ、こんな同じとこ何回見せられても。よいしょ、全然あかんがな、こんなんじゃ。あー、くそ、もう無理ですわ、これ。
これはね、もうイージーでいきますわ。もうダメですね。そうじゃないと無理。もうイージーでやろう。ちゃうっつうに、もうちゃうっつうに。もう今までの10分は何だったんだろうな、ほんまに。このままでいこう。イージーでいきましょう。もうこれ無理です。もう難しすぎます。本当に。これもしかしてね、昔ね、イージーでクリアしてたのかもしれませんね。そんな気がしますね。なんか、そんな気がしてきた。イージーでクリアしてたような気がしてきたな。ノーマルではやってないのかもしれない、あんまり。多分そうですよ。クリアしたっていうのはイージーでクリアしてるんでしょうね。さあ、どれぐらい簡単になってるんでしょうね。あそこの部分がね、イージーになってね。どう違うのかな。どう？あ、撃ってこないね、ここ弾はね。確か撃ってきたけどな。これ出てくるんかな、ここあいつ。あ、出てくるね、一応。出てくるやん。あ、出てくるけど、なんか進めたね。あんまり撃ってこなかった気がするな。敵が弾はね。これでボスやったんや。これ1面のボスか。危ね、怖っ。クリアしましたね。最初からイージーでやっときゃよかったな。本当にこんな手こずるんやったら一面で。この面がね、原作のね、アーケード版のね、あのステージ1になるんですよね。この面、このゲームでは2面になりますけど、アーケード版の R タイプ2のこれが1面になりますね。懐かしいな、めっちゃすごい懐かしい。もう息笛したね、今ね。息笛した。まあね、もともとね、R タイプってね、ほんとね、ブラント的にも難しいゲームっていうイメージが強いからね、もうイージーでちょうどいいのかもしれないな。R タイプ自体がね、難易度高いんですよ、基本的にね。シリーズ全体的にね。これぐらいの難易度でちょうどいいのかもしれないな。これずっと出てくるもんね、これ。これ多分イージーだからなんとか太刀打ちできるレベルなんだよね。そんな気がするわ。もっと敵弾打ってくれやろうしね、ノーマルやったら。
球球打ってこないもんね、やっぱイージーやから。マジかこいつ。あ、これね、この光線レーザーね、光線っていうか反射レーザーか、反射レーザーね。あ、ボスですね。これね、これタイミングよくあれしたら楽なんですよ、これ倒すのね。最高の弾薬使ってね。よし、倒せた。これでまあ2面クリアですね。これ3面ですね。あーっとな、この面結構この面難かった記憶があるけどな。癒し系の音楽でね。そう、打った方向に飛んでいくんですよね、この敵ね。うん、この面ね、結構難かったなっていう気がします。うん、なんとなくね。ああ、しまった。やっぱりな。やっぱ死んだな。予想通り。3面難しかったんですよ。なんかむずいんですよ。鬼門だったイメージがありますよ、3面は。うわ、やばいやばい。怖い怖い。ほら、もう。厳しいな。やっぱりな。難しいよね。まあ、ひたすら打った方がいいのかな、これね。どっか行かした方がいいな、打ちまくって。もう怖っ。お、出た出た。これ絶対取った方がいいと思うんだけどね。取らないともう話にならないから。コースはないとね、このゲームやっていけないから、ね。下行く、下行く。なんかあるの？あれ？あ、そうか。あ、そうか、そうか。あれ、バーって上に引き寄せられるんや、あれ。忘れてたな。やっぱ難しいわ、この面は。予想通り。キモいやね。なんかね、僕のイメージだね、俺のイメージだね、このスーパー R タイプの全ステージで、ね、3面一番難かったイメージがありますよ、本当に。一番難しい面でしたよ、この面はね。一番むずい面ですよ、ここは、本当。全ステージでね、鬼門ステージですよ。激ムズステージですよね、本当にね。下行くか、下から。これ取れるからね。そう、上にあれでね、ぶつけられるんですよね、壁にね。それでやられちゃうんですよ、この面は。
これ取った方がいい。おお、そうか、これ持ったな、お前。やっぱむずいなぁ、三面は。こんなに死んでるもんなぁ。これでイージーやもんね。この面クリアできたらね、もうあと最後までね、4面、5面、6面、7面、8面ってね、トントン拍子にいけるっていう感じでしたよね。この面クリアできたらね。鬼門ですよ、この面は。でもクリアするの大変ないよな。うわーすげえな、久しぶりにやるから余計に厳しいな。普通にやってるのも難しいけど、難しいな、この面は。イメージ通り難しい。これはね、だからもう倒してから行った方がいいね、あいつね。あ、これで上に引き寄せられるっすね、上にこれね。ほら、飛んでくるっすね、今日にやって、敵がね。難しいんですよ、これだと。いろいろとね、いろいろ難しいとこが多いんですよ。怖いな、もう。あ、これいいね、この動き。上に後ろにしとこう。怖っ。後ろにしとこう。ボスが強いんですよね、これね。ボスが倒せるかどうかですね。おー、怖っ。倒せた。ボスじゃないかな。そろそろボスやったと思うけど。なんかモダンな音楽ですね。なんかね。こいつが強かったんだよな。確か。結構強かった気がするな。最初からね、3面やるのも嫌やしな。嫌というか。まあ、とりあえずこれで終わりますね。はい。ご視聴ありがとうございました。